ログアウトしてからずっと検査ばっかりで、ようやく日常に戻ったって感じかしら。シノンだよな。私とリーファだけアバターと顔が違うからね。やっぱり違和感があるかしら。いや、こうして話してみるとやっぱりシノンだなって思うよ。何しろ結構付き合い長かったからな。そうね。私あんたには本当に感謝してる。キリトがいなければ私はあの世界でのたれ死んでた。だから、まあ、その、ありがとう。礼を言われるようなことじゃないさ。うん。でも言っておきたかったの。これからは貸し借りなしで再スタートね。あんたとは対等な友達でいたいから。俺はもともとそのつもりだよ。これからもよろしくな、シノン。ようやくゆっくり会えたね。この日はずっと楽しみにしてたんだよ。ああ、検査続きでろくに話す時間もなかったからな。でこうして集まれるなんてね。それもエギルの店でな。まるで今夜だけアインクラッドに戻ってきたみたいだ。こうしているとまた明日から攻略に出かけるような、そんな気がしてくる。私もそうだよ。ゆいちゃんも一緒に来れればよかったのにね。でもたまに夢に見るの。湖畔の家で三人一緒に暮らしたあの時のこと。今が嫌ってわけじゃないけど、もう二度とあそこには戻れないんだと思うとちょっと寂しいかな。
確かに SAO にまた戻るのは無理かもしれないけど、3人一緒に暮らすって夢はこれから叶えられるさ。ユイのデータはあるし、俺たち二人はこうして今も一緒にいる。俺たちが本当に幸せになるのはこれからだよ。そうだろ？キイト君、なんだかそれプロポーズみたいだよ。そうかな。でもまあ、俺たちは一度夫婦になったんだ。これくらいカッコつけたっていいだろう。それに俺は今でもその夫婦のつもりだよ。私だって。ごめん、俺ちょっと変なこと言ったかな。ううん、そんなことないよ。私たち普通の男の子と女の子に戻っちゃったけど、またここから始めようね。改めてよろしく、キリト君。その後も宴は延々と続いた。俺たちは過去の思い出、未来の夢、そんなあれこれを語り明かした。その顔はどれも底抜けの笑顔。死んでいったプレイヤーたちを忘れたわけじゃない。それでもみんなが笑顔なのは SAO でかけがえのないものを手に入れたからだと俺は思う。冒険の中で得られた絆、アインクラッドで出会った仲間たち、SAO、ソードアートオンラインの世界を知らない人にはきっとわからないだろう。茅場明彦がなぜソードアートオンラインという世界を作ったのかは未だわからない。それでも不思議と茅場への憎しみは湧かなかった。なぜなら俺は多分 SAO が
りと。そのね、ありがとう。ん？どうしたんだ、やべから棒に。楽しいなって思ってさ、こうしてみんなで集まって騒いで。こんな幸せ、私には二度と訪れないんだって思ってた。これも全部キリトのおかげだなって思ってさ、だからお礼。そんなことはないさ。俺がしたのは本当に小さな手助けだけだよ。俺はそんな立派な人間じゃない。もし俺がフィリアを助けられたのだとしたら、それは運が良かっただけだ。剣士はその2本の剣でたくさんの人を救ったんだよ。アインクラッドの人はみんなそう。キリトが SAO をクリアしてくれたおかげで今もこうして生きてるの。みんなリアルの世界に戻ってアインクラッドのことを少しずつ忘れていってしまうかもしれない。でも私は忘れない。キリトも忘れないでね。黒の剣士としてたくさんの人を救ったキリトは本当にヒーローだったの。私のヒーローなの。それをずっと誇りに思ってて。キリトに助けられた女の子がいるってずっと覚えててね。わかった、忘れないでいるよ。でもなんだか別れのセリフみたいだな。え？別に俺たちはこれっきりってわけじゃないだろ。こっちの世界でも会えるんだし、もしフィリアが VRMMO が嫌になっていないなら。一緒に他のゲームを遊ぶことだってできる。そっか、そうだよね。
SAO から出られたっていう事実が大きくて、なんだか全部終わった気になっていたみたい。多分そろそろ誰かが言い出すんじゃないか。嫌じゃなかったら、これからアルブヘイムオンライン始めない？スグハちゃんがもともとやっていたゲームだっけ？ええ、そうなんです。違うからイメージしづらいかも。なんか飛ぶの難しそう。飛び方だったら私がみんなに教えてあげる。の世界だったらお兄ちゃんにだって負けないんだから。ほら、みんなもそのつもりみたいだ。もう次のゲームの話をしてる。またみんなで攻略会議して、レアアイテムに一喜一憂して、ボス戦で泣いたり笑ったりする。そしてみんなで同じ目標に向かって攻略していく。悪くない提案だと思うんだけど、どうかな。うん、キリトが行くところにならどこだってついていくよ。今度は最初からキリトと一緒がいいな。もう離れ離れにはならないさ。だってもう俺たちは仲間になったんだから。キリト君、ほらこっちこっち。第1回 ALO 攻略会議始めちゃうよ。今からやるのか？気が早いな。行こうフィリア。みんな俺たちを待ってる。うん。
俺はもう一度旅に出る。世界樹のそびえ立つエール王の世界へと。さあ、冒険に行こう。お邪魔します。